東口、桃黒春の一大寺2017イン、富士見市笑顔の力つなげる思い開催前後の、東口改札口ホーム、富士見野駅は、埼玉県富士見市富士見野東一丁目にある、東武鉄道東上本線の駅である。駅番号は、TJ18。福駅名は、文京学院大学前。島式ホーム2面4線の地上駅で、京上駅舎を有する。 出口は西口、東口の2カ所である。ホームと改札コンコース会との間は、エレベーターエースカレーター、階段により連絡している。2010年12月上旬には案内サインを、ピクトグラムを用いたものに更新した。東部川越駅間区参加の駅長配置駅で、水穂台駅上福岡駅間を管理する。1.4番線は対比線で、上下線とも緩急接続が可能である。 開業当初より、急行停車駅とされた。当駅開業前、四季駅川越市駅間に退避可能な駅がなく、急行などの優等列車は先行する準急や普通に、追いつくのを防ぐため、速度を落としたダイヤが組まれていた。このため、当駅を環急接続可能な構造とし、合わせて、優等列車停車駅としたものである。TJ ライナー運行開始時に停車駅となったが、 同時に設定された快速急行は通過する。TJ ライナー以前に設定されていた特急は通過していた。2019年3月16日ダイヤ改正時に設定された川越特急も当駅は通過する。当駅では終日にわたって普通、準急と急行快速の緩急接続が実施されている。夕方以降は TJ ライナーとの緩急接続や 快速急行の通過待ちも行われる。この場合、TJ ライナーの環急接続、急行の環急接続を同時に行う順急があり、当駅で7から9分ほど停車する。当駅から TJ ライナーに乗車する際、森林公園、小川町方面に乗車する場合は、座席指定券が不要であるのに対し、池袋方面へ乗車する場合は、 座席指定券370円が必要になる。2019年度の1日平均乗降人員は66,843人である。東上線の駅では、池袋駅、和光市駅、浅霞台駅、川越駅、四季駅、浅霞駅に次ぐ第7位であり、乗り換え駅ではない単独駅としては、四季駅、浅霞駅に次ぐ第3位である。駅周辺の開発により、 開業年から年々増加傾向にある。開業以降の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下表の通りである。アイム、富士見のアイムタワーウエストコート駅周辺地域では土地区画整理事業が実施された。エアポートリムジン、富士見のの名称は駅の所在地である富士見市の市名に由来し、富士見市上福岡市入間郡大井町。 道軍三代市長の西二町の合併が協議された際の指名候補にもなった。その後、上福岡市大井町が合併する際、もろもろの理由から市内に存在しない当駅の駅名である藤見野を新指名としたため、藤見市にある藤見野駅、藤見野駅のない藤見野市という難解な関係が生じている。ありがとうございます。